ホーム解消前の駅入口演習病院駅は、静岡県浜松市中区早馬町にある、演習鉄道鉄道線の駅。駅番号は03。相対式ホーム2面2線の高架駅。駅舎があるが無人駅であり、ラッシュ時には、有人集改札が行われるものの、定期券等の出発窓口業務は行われていない。早朝は、列車交換が行われる。 上りホームには4両編成用の発車ベルがある。新浜松駅から東駅までの区間は、新川を暗渠化した上に位置する。地上駅の縁鉄浜松駅の時代には、駅が急カーブ上にあるため、車両がホームから大きく離れる場所があり危険なため、線型は中扉を閉め切るドアカットを行っていた。エレベーター3機、多機能トイレ1所を設置する、バリアフリー設備の整備が進められ、 2015年10月31日に全面使用開始された。改札口がある2階には、かつては、縁鉄浜松駅時代から営業していた、理髪店があったが後に閉店、バリアフリー対応工事に伴い痕跡はなくなっている。高架化によって駅舎が移転した当時は駅前に、園州総合病院があったため、園州病院前駅と命名されたが、病院が、 駅前から少し離れた現在地に移転したため、現在の演習病院駅に改称された。合わせて、病院名も演習病院と改称されている。2019年度の乗車人員は359,710人、降車人員は374,660人で、ある。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の1日平均の、 乗車人員は次の表の通りである。なお、1980年度から1984年度にあっては、円鉄浜松駅の数字を掲載している。かつては、円鉄浜松駅の隣接地にはスターミナルが立地しており、浜松駅北口、浜松駅南口ともに3つのターミナルを形成していたが、高架価や浜松駅、 バスターミナルの完成に伴いターミナルとしての機能は失われ、現在跡地にはクリエイト浜松が立地している。ありがとうございます。